FM 議論案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう 8月17日うん、17日。<laughs> 水曜日。時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。パーソナリティの小浜の音でございます。はいはい。うーくいですね。実家でバタバタしてたんだけどさ。あのー、はい。おしゃべりするために。はい。ぶっ飛ばしてきましたよ。今日も。はい。<laughs> あのー、今日はね、えー、ものすごいゲストさんが来てるので、あのー、 時間がもったいないからサクサク行きましょうね。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> はいはい。えー、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは、サッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます。えー、沖縄県のサッカー情報もちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、毎月予題を決めて、わいわい、えー、わいわい楽しく会話をしていきましょうという、まるで居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組でございます。えー、午後10時まで、10時半まで、<laughs> どうぞお付き合いください。 ははい、はい、えー、この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院真心ビビでご提供居酒屋魔淳氾濫注意のハンバーガーショップチム・フガス以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、はいい、今日の、ねまあ、テーマなんですけど、あのーはい、ゲストにす、ね、素敵な方をお招きしているんですが今日の,のお題がこのビーチサッカー相馬、えー、プライヤー。 沖縄っていうお題でね、えー、30分間進めていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃ早速ですけど、えー、ゲストさんを紹介したいと思います。はい、まずはですね、あのソーマープラや沖縄、河、えー、井祐介選手です。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。大丈夫ですか？はい。やや緊張気味ですね。ねそうですね。30分あっという間なんでもうガンガン喋ってください、ね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あのー、でもう一人、もうね。 何度も何度も来ていただいて、も本当にありがとうございます。もう緊張は全くしてないですよね、もうね。緊張してますか <laughs> 緊張してますかはい <laughs>、はいえー、AC クレアの代表、よへなさんです。どうもこんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はいはい、えー、っとですね、あのー、今日はね、河、あ、合、のー、選手が、あのー、日本代表にね、ビーチサッカーの日本代表に選ばれたということで、あのー、急遽ね、ゲストに来ていただいてるんですけど、あのー、ビーチサッカーで、このね、 あの沖縄だけではなくこの日本の、ね、ビーチサッカーを引っ張っていただいていますこの相馬プライー沖縄のお話を、ね、いろいろやっていきたいと思いますので、ね、皆さんよろししくお願いしますね,、はい、でですねあの一緒に沖縄県のサッカーを盛り上げてくれる皆様からのゆるいメッセージをお待ちしておりますよ。よ はい、えー、現在お聞きいただいています FM 祈野湾のホームページより番組へのメッセージリクエストはこちらと書かれたバナーをクリックしてもらえるとメッセージを送ることができるページへと移動できますので懸命に沖縄県のサッカーを盛り上げていこうとお書き,お書き添えの上ラジオネームを、えー、お忘れなくお送りくださいははい、はい、えー、メールアドレスですね、えー、797‐FM 祈野湾 .com もう一度言いますね 七九七アットマーク fmginowan ドット c o m でございます。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうに対する質問やお知らせ、報告などなどいろいろ受け付けていますので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はいはいはい早速ですがあのー、川西選手はいちょっと緊張ほぐれてきました。はい <laughs> <laughs> 大丈夫です。<laughs> こんな短時間で緊張ほぐれねえよって感じですね。<laughs> 大丈夫ですもうね結構先ほどもちょっと話したんですけど相馬プレーヤーさんが沖縄でこのビーチサッカーチームを作って、はいえー、2004年に設立だったと思うんですがもう12年、もう主流人ぞ知る、ね、この日本のビーチサッカー界を引っ張っている相馬プレーヤーさんですが、あのー、なんて言うんですかねまだまだビーチサッカーとしての なんていうんですか、はい、認知度が。ああ、そうですね。まだマイナーなスポーツなんで。うんそうですね。これから広げていけたらっていう感じですけど。はい、実際このソマプライヤ沖縄さんはこの、はい、えどういった活動をこの今やってる感じですか。はい、活動は基本はサンセットビーチチャターにあるサンセットビーチをはい、はい。 もうここから見えるビーチですよね、きょう真っ暗ですけどね。そこホームビーチにして活動しててあとはちょっと練習できるところをほかに点々としながらって感じでやってますねあとは近くだった宜野湾でスクールを水曜日と金曜日やってて中学生スクールも宜野湾でやったりあとはサンセットでやったりって感じで活動してますね。この… もうあのがっ,つが,っつりがっつりじゃないな、一番分かりやすく言えば相馬プレイヤー、はい、沖縄さん自体も、はい、プロビーチサッカーチームですよね。そうでですねはいであの先ほどもねあの番組の冒頭で言いましたがあの川井選手、今回ね日本,、はい、日本代表に選出されて、はい、今週末から。ねあのー どこに遠征するでしたっけすいません<う>中国かそうですね、はい、中国のちょっとモンゴル寄りのオルドスっていうとこですねめちゃめちゃ遠そうですねそうですねビ、はい、<laughs> ーチあるんですか <laughs> 多分あると思います <laughs> あると思いますそれはねそうですよね、はい、そうです、はい、<laughs> でもあの皆さんあのね県内のもうサッカーバカーの皆さんもねあのご存知だと思うんですけどソーマープライヤーから はい、出てるこのビーチサッカーの代表の数っていうのは、はいあの、めちゃめちゃ多いですよね、今までこのビーチサッカーが日本代表とか、ワールドカップとか出ていく中で、はいあの、うん、一番呼ばれてる人数っていうのは、相馬プレイアーが多いんじゃないですか多分今までの合計だと、多いいと思いますねちょっと今、少ないですけどね。 2人ですね、今回は。うも人ゴーーールキパがいてここでちょっとね、川井選手、僕らとリスナーさんに気を遣って言っていただいてるんですけど、ビーチサッカーはね、ポジションごとの呼び名がちょっと違うんですよね、そうですねサッカーでう分かりやすく言うと、キーパー、今回、川井選手と、もう1人、代表に選出されてる、ルキナ選手は、サッカーでいうとキーパー。 はい、なんですがこのビジサッカーでいうと専門用語だと、はい、だとゴレイロです、ねロはい、あのフットサルと一緒ですねうん、うん、一緒なんですよね呼び方がールールももうほぼ、えー、フットサルと一緒なんですよね、はい、なんですけど一応キーパーがあのバックパス一回手で取れるんですようん、うん、でそこからスローを投げたりとか、うん、あとはまあ足で全然つなげるんで何回もはい、はい、でうん、うん、あとはまあ一番の魅力はやっぱゲームをスローで作るっていうところと <laughs> あとシュートが打てるっていうところで<ー>アシストもできたりとかすべてのプレーに関わるっていうところができるんで自分でゲームを作り出すっていうのができるところはビーチサッカーかー昔はなんかあのやっぱりねあの沖縄の人ってお酒大好きなんで俺だけかな <laughs> <laughs> あの <laughs> もうなんていうんですかビーチパーティーとかやっちゃうとね、はい サッカーばっかが集まってビーチバーディーとかやっちゃうともう昔からね、はい、あのビーチでサッカーして怪我したりとかねでも、あのー、先ほどもね川井選手がちょっと言っていただいたんですけどあのスクールを相馬、まあはい、プレイヤーさんでやってるということだったんですけど、はい、あのー、僕、何回かこのキッズのスクール大体、だいたい下って何歳からやってるんですかち 小さい子だともう3歳か、うん、もう4歳ぐらいがいて大きい子だとも普通に小学6年生までいるスクールです<ー>まあ時間帯とか、まあ、コーチが何人かいるんでそのカテゴリーに分けて教えてるって感じですね、はい、結構いますよねそうですね人<数>一応スクールがまあ他にもあって <laughs>、はい、78スクールあるんですけど場所があって、はい、まあ合計200人ぐらいいますね 200 200人、はい、<laughs> そうですね <laughs> すごいですね。<laughs> 結構多いですねあの。僕が見に行った時はそうこの一番下のクラスから、はい、大体小学校高学年ぐらいのクラスまでが一緒にやってたんですけど議論、はい、のねトロピカルビーチでやってるのをたまたま見かけて、はい、であのそうですねギャラリーには。 あのお母さんお父さんだったりがいて,てう、ね、結構寒い時期だったんですけど、はい、もうがっつり皆さんいて、はい、であのとてもとてもコンフナウト的な印象でいうと、はい、もう子供たちがこのなんていうんですかもうキ,ラキラキラキラしてて <laughs>、はあ、すごいなやっぱりあのなんていうのかな教える側の、はい、やっぱりあのなんて言えばいいんですかね すごいなめんね、こんな日本代表前にして言葉に詰まるなんて <laughs> <laughs> 全然大丈夫ですあのこの見てるギャラリーのお父さん、お母さんだったり、はい、あの保護者の方もやっぱそうなんですけどこのやってるこの子たちがもう本当にキラキラしながらボール蹴ってるっていうのがとてもとても印象的だった、はい、あのスクールだったんですね、はい、こうもうこれってね。 あの普通にできるものではないなって思,う思ってるんですよ、はいうん、だからやっぱこの教えてるコーチの皆さんであったり、えー、それをね支えてる保護者だったりっていうのも踏まえてそういう一体感みたいな空気ができてる場所はとてもすごいな素晴らしいなと思っていたのではい。はい いいなって、はいうん、俺もやりてえなーって <laughs> <laughs> 俺もあの3歳ぐらいから <laughs> カテゴリーで <laughs> 教えてくんねえかなうん、だからやっぱりあのー、なんだろうそういうのがやっぱりこのまあカテゴリー別って言ってたんですけどこの200人もやっぱり子どもたちが集まるっていう一つの。 大きなポイントになってるのかなってう,、はい、うん気がします。ま今,今200人って聞いたんですけど、はい、うんやっぱりなって感じです。<laughs> <laughs> <laughs> 雑なまとめ方しました。<laughs> すみません, <laughs> うんで。ここでです、ね。ちょっとあのコメントが <coughs> コメントが来てますので、えっ、ー、と野村一郎さん、こんばんは。はいこんばんは来ましたよ。今夜もはいありがとうございますね。えー、お盆明けと台風えー、台風一家のうん台風 イットの今日は、えー、いきなり残業でまた帰宅途中だよって、そうですね、あのー、沖縄に来る前にね、今年沖縄に上陸する前に、内地の方に行ってしまったんでうち、沖縄の人だと多分台風慣れてるはずなんですけど、県外の人だとね、うん、そうですねもう大変だなと思うんですけど、河合選手はもう沖縄長いですか、そうですね、まあ、5年目に入った時です。あじゃあ ちょっとあの強めの台風はもう経験済みそうですねもう停電4日ぐらい <laughs> <laughs> はやりすぎじゃないですか <laughs> やばかったです、ね、停電4日はちょっと長いですねこのなんだろう昔とかはこの 県外から大学に沖縄に来る方とかが台風があるともう僕らはも,もうガキの頃からね台風過ごしているので、はいはい、えーとかになか外に遊びとか行くような感じなんでけど <laughs>、ねね、県外から来られる方からするともうね、はい、お前ら何やってんだみたいな感じなんですよね台風ってそうですね <laughs> 末恐ろしいらしいですよね、はい、全然違いますねも<う> <laughs> でも本当危険ですけど ね、高校生の頃とか海岸に海とか見に行ってましたか、普通にね。です危,ないね危ない、やめろ、危ない、やめろ <laughs> って。いけない声ですね, <laughs> <laughs> ねすみません、話がね、ごめんなさい、相変わらず脱線してるんですけど、もう一つ、野な一ノさんからコメントが来てるので、えー、皆さんの中では、もうオリンピックは終わったでしょうけど、<laughs> 今日の、えー、夜中、えー、男子サッカー準決勝始まりますよって、えー、ブラジル対ホンジュラス、えー、ナイジェリア対ドイツ。うん、うん <laughs> そうですかね。もう <laughs> もうお二人の中でもオリンピックサッカーはもう終わってますか？<laughs> いやまだ終わってないです。まね見どころがねちょっと減った感じはしますけどね。どブラジルだけ応援してますんで。<laughs> うん、そうなんですよ。可合選手あの先週もあのヨ、はい、さんちょっと来ていただいて、はい、先週の放送土曜日あ水曜日で開けた木曜日の朝に、はい、あのー、このオリンピック代表の試合があって。はい、はい 頑張れ日本。来週は決勝トーナメントの応援してるはずだって番組終わらして, <laughs> てますね <laughs> もういなくなっちゃいましたね。<laughs> ね今日ノ内エチさんからのコメントで <laughs> 皆さ皆さんの中ではもう終わったんでしょうけどっていう。まあねちょっとね残念な結果にはなってあしまなってしまったんですけどね。うーんまああのー、ブラジルがね優勝するしないっていう話も大きく盛り上がってると思うのでうん。 まだまたね、はい、興味ありますよっていうのをちょっと低いトーンで話してみました <laughs> <laughs> すいません相変わらず時間の配分ができてないのでちょっと一旦ここで CM 入れたいと思います ははい、はい、えー、今週はですね相馬プライヤー沖縄っていうお題でね、えー、進めてますよ、ゲストに、はいえー、日本代表に選出されました川井選手を招いて、はい、今週放送しております。はい、はいいでですねあの川井選手にもう1つちょっと聞きたいことがあったんですけどはいすいませんね、もう本当にこんな急にき今日の明日で申し訳ないんですけど、明日 はい、大会があるんですよね。そうですね。中学生を対象とした大会が、一応、あの、昨日、あの、トロピカルビーチで朝から行いますね。あ、し朝からですか。そうですね。何、何時集合ですか、河合選手は。一応、八時です。すいません。こんな遅くまでしても大丈夫です。 中学生の大会が、実際この沖縄県内であったりするんですよ。ソーマートレイダーさんが、そうですね、はい、<の>僕たちが企画して。企画して、ちょっと声かけて。うんうん、で、ちょっとあの、来ていただけるチーム集めて、はいはい、って感じですね。うん、そうなんですね。結構、この、あの。よく、番組で、あの、はい、ビースサッカーのお話もさせていただくんですけど。はい、やっぱり、まだまだ。あの、この人口が。 まだまだ少ない感じっていうんですけどす、ね、ビッチサッカーはやってみると、はい、その楽しさが、ね、実際やっぱりやらないとって感じはあるのでそういう大会にでも来てくれるチームってあれですね普通のサッカーチームの子たちがそうです、ね、ビッチを、はいえー、体験してくる大会みたいな感じなんですかそううですね、うん、あんま専門ののチームっていうのが やっぱりいないんで、普通のサッカーやってる子たちに声かけて、まあそれで初めてやって結構面白いとか言っていただけるまあ子供たちが結構多いんで、まあ嬉しいですね。そうですね。先週、先々週間、まあハゴ祭りでもね、あのキッズの大会とか開催されてましたよね。そうですね。そこでも結構な人数が集まってということだったので、はいうん、まあ。 微力なんですが、僕も、はい、いろいろ、ちょっとお話ししていきたいと思いますので、一緒にね、この盛り上げていけたらなと思いますので。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、もう一つ、あの、はい、亀井選手に聞いておきたいことが、あの、この。今週末、招集される、この中国遠征、日本代表もですね。これは、どういった大会、なんですか。国際試合。国際大会。が国際大会で、まあ、アジアのチームが集まる、まあ、コンチネンタルの。はい、はい。 あのビーチの大会なんですけどトーナメントっていう形で<ー>、まあ、8チームなんですけどそれでいきなり、まあ、最初はタイですね。うんうん、あタイとの、はい、タイとやってでその後は、はい、まはあ、ちょっと勝ち進んだチームによるんですけど、まあ、準決勝、決勝って感じではい、はい、これは何かの大会の予選とかではなくこのそう一、ね、つの,この国際大会のトーナメント。ビーーチサッカー 結構なんだろうあれが日本代表が初めて出た大会なのか覚えてないんですけど、はい、ワールドカップにねビーチサッカー出て4位になったあ、はい、頃はだいたい、ね、もうあのビーチサッカーがこの盛り上がり始めぐらいですかあれは。そうですねラモスさんが監督やって,てで、はい、ロマーリオがいて、はい、みたいな頃ですよね。そうですね。ああ<ー>、はい、そっかあれから結構なるけどまだまだなんですね。 そうですね一今年の初めのほうに、ん、ワールドカップがあったんですよ、ポル、うん、トガルで、それはもうベスト8で終わって、うんうん、でもまあ予選取ったんで、はい、まあよかっっったなとは思ってますやっぱりその辺を考えると、やっぱりまだこの日本のメディアには取り上げられてない部分がやっぱり大きいんですかね。はい 多いと思いますね。うん、まあ今回あのワールドカップがまあブラジルだったんで、うんうん、まあビーチサッカー入ってほしいっていうのはあったんですけど、はいはい、入んなかったんで、はい、んなんだよっていう <laughs> <laughs> のはありましたね。確かに悔、はいはい、しかったですね。そっかブラジルが破勝ですもんね。うん。 4年,後4年後はもうだめかもう決まったもん決まっちゃいましたもんねオリンピック、はい、<laughs> しょうがないですしょうがないですね。<laughs> <laughs> でもあのー、この相馬プレイヤーさんがこのチーム設立時からおっしゃっていただいてるこの沖縄にねこのビッチサッカーの、えー、拠点をというか聖地をみたいなことを言っていただいてるので、はい、本当にねここからこの発信 でできればなーって、うん、思うんですけどまた九州大会の、ねはい、沖縄県でのホーム開催がまた、えー来,週ね、来週の土日にね、はい、またありますのでその辺の紹介もねいろいろ、えー、お話ししながらまたあのこの全国大会も、ね、沖縄県で今度の大会が、ね、ありますので、ねはい、その前にはまた、はい、ゲストさんとして来ていただいてぜひ。 いろいろ喋っていただけたらなと思いますけど、はい、よろしくお願いしますね。お願いします。はい。なんか矢野さんなんか質問したいことがあ、いいですか。はい。じゃ <laughs> あの <coughs> 世界とのまあ、はい、差っていうものをま旗、あ、で感じるとは思うんですけど、はい、具体的にどういったところがまあ世界のトップと違うんなっていうのを感じたりとか。 すごいなんかサッカー番組っぽい <laughs> そこはすすごく気になりま世界とのさやっぱり体格が違うんで足の長さとか、はい、まあキック力も違うんですけど、はい、やっぱそこで日本が強いっていうとこはやっぱあのーまあ、真面目さとか、はい、まあそういうとこでディフェンスの頑張りようとかうまあ,あとは、まあ、魅力はオーバーヘッドとか。 はいまあ、代表の選手にオーバーヘッド結構できる人がいるんで<ー>まあそこで、まあ、点取ってもらったりとか、まあ、そのぐらいですねうん、うん、戦術的な差とかは戦術は結構あの緻密な感じでやってるんですけど、はい、やっぱなかなか難しいところで、まあ、今結構強いのがタヒチちょっと意外だと思うんですけどタヒチが今強くてそこはもう本当 こう来たらこういうふうだよっていう形がもう完璧にできててあ<ー>でしかもポー、まあ、パスの精度とか、はい、まあ結構いいんでんまあがたいも強いですしすごいですね<ー>前まではブラジルも強かったんですけど<ー>まあロシアが強くて意外で<ー>意外ですねはい雪の上で練習してる感じです 多分スタジアムが、環境がってことですか、あとはちょっとロボットみたいって結構言われてて、交代も時間でもう完璧変えて、選手を、そうですね動きも全員、そんなに上下のレベルもなく、均等ぐらいでやってくるんですごいなって。やっぱりままだだ日本が はい、ビーチサッカーっていうのは少しまだメジャーになりきれてない感じでもうやっぱり世界に行くとやっぱりがんがん盛り上がってる感じなんですか多分そうだと思いますねうーんそうなんですねまたあの米さんがね今質問していただいたようにこの、ね、代表行くのでねまた帰ってきたときにね、はい、ぜひまたいろんなお話聞けたらなと思いますけどはいその時はまたよろしくお願いします、はい、ちょっとねすいません相変わらずなんですけどいろいろ喋りたいことがあった中でねはい 俺の時間配分ができず時間がなくなってきましたのでこの辺でねちょっと締めたいと思うんですけどあの野田一蘭さんからも一つコメントがえこれは川い選手にいたと思うんですけど東京オリンピックは間に合わなかったけどうん地道に盛り上げて2024年のオリンピックを目指しましょう <laughs> <laughs> そうですねそれまで続けてたらう嬉しいですよごめんなさいちょっとねもう一つもう一回最後にあのえとスクールを やってるってお話してたんですけど、日時って決まってたりするんですか一応、宜野湾は水曜日と金曜日、やっててトロピカルビーチそうですとあとはちょっと陸の多目的のですねそうやってるんですけど、時間は5時。 から六時、形で、じゃ見学も。無料でそうですね。最初はあの体験二回は。ああ、そうなんですね。できるんで。一度来ていただいてとか、まあホームページ見ていただければ。そっか、そっか、そんプレーオキナさんの、あのホームページありますもんね。そうですね。あとまあ、フェイスブックとかも。はい。あるんで。で、あの、ごめんなさい。もう一つ、あの、明日の中学生大会っていうのは会場は。はトロピカルビーチです。で試合自体は、十時頃からですか。 <こ>のいやあの多分9時,9時過ぎですね、えー、はい、ね、からお昼過ぎまでと、はいう形になりますね。じゃあ皆さん、あのぜひ、ね、タイミングが合う方は明日またこのスクールだったり、ねあのー、来週にはこの九州大会の、ね、あ九州リーグの,、ねはい、あの沖縄開催がありますので皆さん、ぜひ、ねあのー、スケジュール確認して見に行っていただけたらなと思いますのでよろししくお願いいたします、はいはいえー、ともう一つ、脳内内七段さんから、えー、第一ですかって フィジーだと7人制ラグビーが金メダルでしたよねって。ああ、なんか近いものがあるんですかね。うんあるかもしれないですね。はい。<laughs> あの、あやふやにしたまま番組は終わらせてしまいます。すいません <laughs> はい、はい。ではですね、えー、今週もね、もうロスタイム1分切ってしまいましたので、あもうこの辺で終わりたいと思いますよ。今週も皆さんあの、お付き合いいただき本当にありがとうございました。あとね、川井選手も、はい。えー、日本代表。 はいまってすくはいししままままますすすすレの岩田さんも連、ねはい、連続連続で助かりますありあがとうございいい <laughs> た来週来てくよろしくお願この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院真心美味でご提供居酒屋魔潤氾濫注意のハンバーガーショップチムフガス 以上、各社の提供で、そして、やばい、時間がない、また来週 <laughs> <laughs>